はい、今回は、豊橋の老人ポイントと寺沢ポイントの間にある津波避難路の方を紹介しようかと思います。じゃあ早速登ってみようと思います。ちょっとデブレとかひどいかもしれないですけど、その辺はご了承ください。はい、そんな感じで、海の方から、上というか、まあ、裏の、農道までね、一応こう抜けれるようになってます。なので、もし避難される際はね、こういったところを活用してもらうといいかなと思います。それではまた、これが多分ルート1かな2かな、わかんないけど、大樹園さんと寺沢ポイントの間ですね、になります。